シャイニング、シャイニング、ザ・シャイニングは1980年に制作されたホラー映画、スティーブン・キング原作の同名小説をスタンリー・キューブリックが映画化した。コロラド州のロッキー山城にあるオーバールカホテル。小説家志望のジャック・トランスは雪深く陶器には閉鎖される。このホテルへ管理人としての職を求め家族を引き連れ訪れた。支配人のアルマンは このホテルは、以前の管理人であるチャールズ・グレーディが、孤独に心を蝕まれた挙句家族を大ので惨殺し、自殺したという曰く付きの物件だと語るが、ジャックは気にも留めず、妻のウェンディ、一人息子のダニーと共に住み込むことを決める。ダニーは、不思議な能力、シャイニングを持つ少年であり、この場所で様々な頂上現象を目撃する。ホテル閉鎖の日、料理長であるハロランは、 ダニーと演技を伴ってホテルの中を案内する。自身もシャイニングの能力を持つハロランはダニーが自分と同じ力を持つことに気づき何かがこのホテルに存在すると彼に語る。そして猛吹雪により外界と隔離されたオーバールックホテルで3人だけの生活が始まる。ホテルが持つ会議で徐々に精神を病んだジャックは 謎の存在に命じられるまま妻と息子を手にかけようと、するが息子、ダニーの起点によって、その目的は頓挫した。ホテルの記憶の一部となったジャックが、写真の中で微笑む。両、ジャケットにも採用された、この映画の象徴とも言える、叩き割ったドアの裂け目から顔を出したジャック・ニコルソンの、狂気に満ちた表情を取るためにキューブリックはわずか2秒程度の、 C を2週間かけ、190以上のテイクを費やした。本作の舞台となる、オーバールックホテルの外観として使用されたのは、アメリカオレゴン,ン州にある、フット山の南側に立つである。内装は、カリフォルニア州ヨセミテ国立公園の、現在は、マジェスティックヨセミテホテルと、会消をモデルとしている。 キューブリック作品は1957年の突撃など早くから移動撮影で知られていたが、本作では開発されたばかりのステディカムを導入。用法は効果的で、この撮影装置の知名度を飛躍的に高めた。また撮影時にフィルムの映像をビデオチェックできる技術が使われた最初の映画である。それまでは現像されるまでチェックできなかった。 キューブリックのもとには同時に、エクソシスト2の制作の依頼も来ていたが、最終的にこちらの制作を選んだ。ただし、エクソシスト第1作で悪魔に疲れる少女リーガンが、統合失調症を疑わおびただしい検査を受けるのと、同様、霊魂、コン、超能力、シャイニングなど科学で、説明のつかない事象を説明のつく事象と曖昧に描かれており、関与しなかったにせよ、 影響は少なくなかったと思われる。本作のポスターはソウルバスに依頼された。300案の試行錯誤からキューブリックが選んだのはザの文字に少年の顔が点描された黒文字のロゴだった。しかし、これもワーナーブラザースに却下され、公開時にはドアから顔を出すニコルソンと恐怖におののく、デュバルの写真を使ったものが使用された。ただし、 ロゴのみポスターに採用された。スタンデー・キューブリックによる映画化で世界的に著名となった同作だが、彼はキングの原作を大幅に変更しており、ほとんど別作品に近いおもむきになっている。これについて、原作者であるキングはキューブリックへの批判を繰り返し、後に映画版へのバッシングを自重することを条件に、ドラマ版で再映像化を試みたほどであった。ただし、 キューブリックの死後は映画版への批判を繰り返している。猛吹雪に閉ざされたホテルで狂気に囚われた男が家族を残殺しようとするという大まかな流れはほぼ原作通りである。一方、原作では邪悪な意志を持つ巨大な存在であるホテル自体が過去の出来事なども含めて圧倒的な存在感を持って描かれているのに対して映画ではそれが薄い。さらに、 原作ではホテルの邪悪な意志がジャックを狂気へと導くのに対して映画ではホテルがグレーリを使ってジャックを狂気に導く描写は存在するものの仕事のプレッシャーや孤独に耐えきれず自ら発狂したとも取れる曖昧な描写がなされているこれらは作品の非常に重要な部分であるため原作と映画の印象を決定的に異なるものにしている原作ではウェンディもダニーも ジャックの発狂はホテルのせいだということを理解しているが映画版では不明である。原作では大きな役割を果たすダニーのシャイニングや同じ能力を持つ料理人ハロランもあまり効果的には取り上げられていない。原作版のジャック・トランスは善良、少子民的な人物であるという部分が強調され、アルコール依存症にも自ら罪悪感を抱いて、 苦しむ人物として登場する。ホテルの不思議な現象に終始圧倒されて、数々の暴行を働くものの、最終的には善良な意師がホテルに打ち勝つ形で、家族、ウェインディ、ダニーを逃がそうとする。また作中では誰も殺さず、加えてラストでは成長した息子を見守るというハッピーエンドが意図されている。原作で、 トランスが狂気に走った理由の多くは霊的な存在による操作というややファンジー的な要素が強く、また家庭内暴力がアルコール依存症と同等の問題として描かれる。ゆえにそのラストにはダニーやハロランらが持つシャイニングが鍵となる。原作のジャックの造形に自身のアルコール依存症とその克服体験が反映されていることはキング本人も認めている。 映画版のジャックは、差しの都合も含めて、かなり早い段階で家族、妻との圧力が生じる。彼は開始当初から、自らのままならぬ人生や家族に、疎ましさを感じており、ウェンディとの間にも微妙な雰囲気が流れている。狂気に身を委ねて、暴行を始めた後はためらわずに行動を続け、家族を殺すには至らずも料理人のハロランを、殺している。そして自らも最後に、 ホテルの力に取り込まれたことを暗誘する、バッドエンドで物語は終結する。映画でトランスが狂気に走る理由において、霊的な存在は重要ではあるがあくまできっかけであり、創作への焦燥感とアルコール依存による精神の疲弊が物語の中心に置かれている。したがって超能力、シャイニングはさほど重要な存在として描かれる必然性を持たず、 家庭内暴力も強いて言えば誤って、ダニーに怪我をさせた過去が言及されるのみである。キューブリックはジャックをむしろ、2001年宇宙の旅の、HAL9000 に近い先制的な悪役として、描いたとししば指摘される。キューブリックが、ジャック、ひいてはシャイニング自体に原作と違う構想を、抱いていたこと、それに、キングが文句をつけていたことは、 キャスティングの段階から表面化していた。キューブリックは、各校の巣の上で、でアカデミー賞を受賞していたジャック・ニコルソンを主役に抜擢すると、キングは、平凡な人間が狂気に取り込まれるという流れの変更を予感して、反対た。キングは、大案として、ジョン・ボイトを推薦したが、キューブリックに却下された。原作と映画が、最も共有する点は、バーテンダーから酒をもらうシーン。 以降、ジャックがアルコールに浸り始める部分である。しかし、ここでもアルコール依存の前歴を匂わせるに止める映画に対し、原作は冒頭から重要なテーマとして強調している。原作版のウェンリ・トランスは、両親から愛情を受けずに育った過去がまず紹介され、その上で経験からか夫のジャックに比べて自立心の強い人物として描かれる。彼女はジャックが、 子供や自分に家庭内暴力を振るった過去をことさらに指摘して彼の精神を追い詰めていく。物語の混乱の中でも平静さを保ちながらホテルの悪意と立ち向かおうとする。映画版の演リ・トランスは消極的かつ受動的な夫への依存心が強い器用な女性として描かれている。彼女の献身的ながらも夫に寄りかかるような姿勢は弱を苛立たせ、 家族への疎ましさを生む原因となっている。また物語の混乱の中で本性としてのヒステリックさを表し、発狂したジャックとは異なる方向で物語終盤の起伏を生んでいる。これは映画でウェンディを演じたシェリー・ディバルの白身の演技が寄与した部分、しばしばニコルソンの演技以上に恐ろしいとも評される。これはキューブリックらが撮影中。 デュバルに対し意図的に激しく当たったため、精神的に追い詰められ、それがそのまま演技に生かされたものと言われているも、大きいが、ゆえに、議論の対象となるキャスティングの一つでもある。原作でのダニートランスは霊的な存在が、前面に押し出されている以上、ある意味で、物語の主役であり、自らが持つ、超能力、シャイニングを駆使し、 悪霊に取り憑かれた父親と立ち向かおうとする勇敢な少年として描かれる。これはそもそも原作ではアルコール依存とそれによって起きたジャックの家庭内暴力が明確に描かれていることも関係す。超能力について特に隠す様子もなく公然とそれを他者に話し周囲もある程度それを認知している。超能力以外にも極めて優れた天才児として描かれ、さらには 謎の青年、トニー、後に、彼の未来の姿であることが判明するが様々な、面で大立ち回りを演じていく。映画版でのダニーは、一回の愛らしい少年で、徐々に狂っていく父親に不穏な空気を感じつつも、心配する、素直な子供として描かれる。超能力も、同じ力を持つハロランを知ってからもそれを隠し、普通の子供として振る舞っている。 ジャックが狂い始めた際には母親と共にそれに振り回され最終的な結末もシャイニングではなくとっさの起点で切り抜ける形で迎えている。ダニーと同じくシャイニングの力を持ちある種の理解者となる。彼とダニーはシャイニングの能力によってテレパシーのように意思伝達が可能である。中盤までは原作も映画版もその活躍は ほぼ同じだが、原作では繰り返し行われたシャイニングによる更新が、映画版では会話が明確に描かれたのは出会った当初のみで、あとは互いの状況を断片的に察知したことが数回あったのみである。終盤で、ダニーの SOS に応えて単身ホテルへ戻るが、原作では狂ったジャックからダニーとエンリを守るために、ホテル内を奔走する。途中、斧を手にした際に、 ジャックを支配していた邪悪な意志に飲み込まれかけるなどの場面もある。最後には彼の起点によってダニーたちは無事にホテルを脱出することに成功し二人と共に生還する。が映画版ではホテルに入って間もなくジャックに斬殺されており脱出に使う雪上車を結果として持ち込んだ以外にほとんど活躍していない。前述のジャックへの描写の違いを受けて スチュアート・アルマンの描写にも大きな違いが生じている。原作のアルマンは存在で闇な実業家として描かれ、ジャックを見下して雇うことを一度拒絶する。結局雇うことになった後も彼に権威的に接していき、その圧力がジャックを追い詰める原因の一つになる。一方、映画版のアルマンは原作に比べてはるかに人間的で恩和な人物であり。 むしろ人生に行き詰まっているジャックを助けようとする存在として描かれる。以前の管理人一家が壮絶な末路を迎えたことについても原作では半ば脅すかのような態度で事実を伝えているが映画版ではジャックを心配する態度でホテルの過去について話している。オリジナルのラストシーンでは入院しているウェンディーとダニーを見舞い、ダニーに黄色いボールを投げ渡して去っていく。評論家 グレック・ジェンキンズは、キューブリックと作品改編の中で、アルマンは映画のために一から完全に作り直されたと評している。原作のラストでは、ジャックと共にオーバールックホテルそのものが、ボイラーの爆発で、コッパミジに吹き飛んでしまうが、映画のラストでは、ホテルは破壊されず、ジャックは迷路で投資する。原作では、ウェンディがジャックに、傷ちで殴りつけられて、重傷を負い、 ハロランの助けにより、なんとかホテルを脱出するが、映画ではハロランは何もしないうちに、物陰から突然と現れたジャックに、おの胸をえぐられて殺され、ダニーとエンディはハロランが乗ってきた雪上車で脱出する。ホテルは残り、ジャックは、過去の写真の一人に収まり、邪悪な意思に取り込まれたことを暗示している。本公開に先立つ、プレミア上映では、 146分の差しで公開され、逃げ延びたウェンディとダニーが病院でホテルの支配人アルマンと再会するエピソードがあった。アルマンはダニーに黄色のボールを投げ、そのボールは彼がホテルの廊下で遊んでいる時にどこからともなく転がってきたボールと同じだったという、アルマンがホテルの秘密を知っていたという暗示が込められたシーンであった。 ウェンディ役のシェリー・デュバルは削除されたエンディングに関して、それにより映画を難解にしてしまったと批判的に述べている。また、このシーンでのボールの受け渡しには132テックが費やされた。さらに国際版として再編集した119分のコンチネンタル版と3バージョン存在する。上記の通り、キューブリックと原作者との対立が見られた同作品だったが、 商業的には大きな成功、制作費の数倍の収益を収め、さらに、キューブリックの知名度を高める結果となった。娯楽作品であるがために、賞レースにこそ絡まなかったが、役者の優れた演技や、キューブリックならではの恐怖演出と、映像美で高い賞賛を受け、数多くの作品でオマージュを受けた、英語版ウィキディアでは、すべてのオマージュを網羅すると記事が頂戴になりすぎると、 記述されている。今日ではもはやホラー映画の偉大な古典という域にまで達している。キングの批判自体も、こうした映画版の影に小説版が隠れるという構図が固まるにつれて、降下していき、1997年のドラマ版で最高潮に達するに至った。ロンドン大学の研究チームによると、数学的計算による世界最高のホラー映画であるという、 また、1シーンにテイク132回をかけたのはギネス記録である。しかし、そのシーンはカットされた。当初、時計仕掛けのオレンジのエンディカルロスに作曲依頼をしていたが、完成版では帰省曲を多数採用した。カルロスは、レイチェル・エルカインドと共にテーマ曲とロッキー・マウンズを作曲し、それらの曲で演奏も行った。真夜中から、 の作曲は H.M. ウッズ、R. コネリーと J. キャンベル。博士の異常な愛情冒頭のもう少し優しくも編曲こそされているが、同じ3名による曲である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。